阪神、岡田彰布監督のタオルを掲げる阪神ファンイコール、横浜スタジアム、撮影、松永翔平、セリーグ、DeNA1 から3阪神、25回戦、阪神13勝11敗1分、3日、横浜阪神は、レギュラーシーズンの最終戦で DeNA に快勝した。打線は5回、無四満塁の絶好機で4番の大山雄介内野手、29、が先制の2点的自打。続く、佐藤輝明内野手、25、が義飛を放って、リードを広げた。投げては先発の大竹耕太郎投手、29、が5回無失点で11勝目を挙げ、プロ7年目で、初の規定投球回に到達。投打が噛み合い、クライマックスシリーズ CS ファーストステージでも対戦する相手から白星を挙げた。連覇を目指したシーズンは74勝63敗、6分けの2位で終了。ポストシーズンから日本一を目指す。一球速報へ、プロ野球日程へ。